留守番電話などをつけて、勤務時間外の対応をなるべくやめたりとか。じゃあもう6時以降は学校の電話出ないとか。あ、そうですそうです。6時以降を学校の電話出なかったりしてます。何かあったらどうするんですか。何かあった時はそれは学校の役目ではなくて、例えば、万引きなどがあったら警察の役目ですし、他に何かあっても、まあ、親の役目だと思うので、まあ、そこが勤務時間を超えて教員がやることはおそらく今後なくなっていくんじゃないかなっていうふうに思います。なんか寂しいですけどね。なんか結構電話かかってきたんですよ、その18時以降も。今まで18時以降もかかってきます。だって子供が帰ってこない、遅くて帰ってこないなって心配になっていろいろ探すけど、結局見つからなかった時に学校に電話するのが多分親だと思うんですけど、それも対応してくれないってことですよ。まあ、対応は、まあ、もし子供が帰ってこないってことでしたら警察が対応しますし、それ寂しくないですか。なんか、はい、よく考えたら でもそうしたら仕事は効率化できないから。寂しくない。寂しいって何なんだよ。寂しいって何だって。だって極戦見て育ったでしょ。ちょっと皆さん金髪先生見たでしょ。ここにいる人がどう育てたんですか。そんなビジネス化しちゃダメでしょ。そこはそれはどうですか。いや、まあ、そういう意見もあるんですけど、そういう意見もあるんですよ。それをずっとやってそれを捨てるんじゃないよ。やそれを捨てるんじゃない。全然それを捨てるんじゃない。すごいな。いや、おかしい。おかしくないですか。それはおかしいじゃない。いや、その金八先生のようなやり方を続けてきたから、もうなり手がいなくなってました。なるほど。全国的に保護者対応、まだいるはず。保護者対応に追われそこが全てじゃないです。そうですか。でもいい案だなと思いましたけどね。実際にあの保護者対応というのが先生たちのかなりの負担になっているということで、この6時以降を留守番電話にするという取り組みは結構全国でも広がりつつあると。気持ちは分かりますけど、もっと別に減らせばいいところがあるじゃないですか。そこじゃないと思う。私はそこじゃないと思います。すいません、ね、深夜に大きな声出してそこじゃない。そこじゃないですか。こういうことにならないように議員の先生よろしくお願いします。ということで、さあ、では、はい、この後もですね。